か、皆さん、今日はですね、私は福岡に来てますからですね、福岡といえばですね、国会議員の元環境大臣、原田議員先生と一緒にいますから、先生、元気ですか？元気、元気。元気、元気です。柔道六段の原田義明がね、すごいですね。頑固として先生、いつも元気な話ですね。ありがとうございます。今日は、ムガールがね、東京からわざわざ来てくれて、本当に嬉しく思います。いやいや、もう先生もですね、本当にね、もう長い間ね、一回トークしたいなと思ったんですけど、ちょうど今ですね、選挙前だから、今日素晴らしいね、先生の声も聞いたんですけど、テーマはちょっと違ったんですけど、先生に今ちょっと聞きたいのはですね、もちろん。何を聞きたいかと、今危機の時代の日本、どんな危機を感じてますか、先生。まずね、まずは直接的にはコロナ、ね、コロナですよね、今世界中の他の必要ですね、それからまあ中国、ね、どう付き合うか、さらにはね、アメリカと、ね、日米、ラインをね、アライアンスをしっかりやらなきゃいけない、だからやっぱり今ね、国際的にはね、中国のね、横暴な、またね、覇権主義、それをですね、どうやってやっぱり日本、日米が中心になってね、抑え込むかと。なんとなれば中国は人権問題、尖閣諸島、このものをね、本当にもうね、無制限に攻めようとしてるから、こんなことを絶対許しちゃいけないと思ってます。ただ、中国はね、大きな経済大国として、それは世界中にこれはね、生存しなきゃいけないのは事実だから。なるほど。だからやっぱり中国の習近平、ね、共産主義体制をね、何としてもやっぱり、ね、諸外国のやっぱ協力のもとに抑え込まなきゃいけないなと。ですよね。まあ、特に6月にはね、菅総理が、ね、G7 でね、G7 をまとめて、とにかく中国のね、やっぱりそこの覇権主義的なところ、ね、攻撃的なところはみんなでね、抑え込もうということでしょうね。まあ、一番の危機は、それで国内的にはやっぱりね、やっぱり少子高齢化、これがやっぱりね、目に見えないようだけど、一番やっぱり深刻な問題だと、私は理解してます、ね、でも先生、今、コロナ、なかなか去年からずっと危機にあって、それが総理がすぐ辞めちゃって、まあね、これから私、一人が誰が来るか分からないけど、先生のちょっとね、一応長い間の経験を言いますと、どう思います、まあね、これはね、私は4人のね、候補者、もう立派な候補者です、ね、はい、いずれも個人的に付き合いが深いんだけども、はい、まあ、河野太郎さんがね、コロナ対策、ワクチン対策の担当大臣ということから、はい、この総裁選ではね、差し当たり、この太郎をね、応援することをしてますから、しかし同時にね、彼と私はね、やっぱり外交問題、さらにはエネルギー問題で、必ずしも意見が一致しません。なるほど。しかしね、彼をね、私は先輩だし、まあ、麻生派でね、私を先輩って言ってるのね、だから、いずれにしてもね、彼の足らざるところはしっかり私が指導しますから、ね、同時に、やっぱり思想イデオロギー的にはね、例えば高市さんのね、この非常にしっかりしたところとかね、それから皆さんのね、その良さをしっかりまた認めながらね、やっぱり、この4人のうちね、まあ、はっきり言って誰か1人がね、立派な総理大臣になる、なるにしてもね、私は日本はよく まとまるなと。なるほどね。それから総選挙でね、自民党はこれでね、必ず良くなる。なるね。そういうのは考えてますからね。まあ、基本的に誰が総理大臣になっても、この先生方みたいなバックに、ちゃんと顧問とか指導者がいれば、おっしゃる通りです。大丈夫と思いますね。まあ、原田先生ついてますから、皆さんね、心配しないと思うことでしょうね。なるほどですね。まあ、あと先生ですね、元ね、環境大臣やってたんですけど、はいはい、今、日本の環境はもちろんね、津波があったり、今、大洪水があったり、温度カットがあったり、いろんなことでね、先生が提案してますので、まあ、今から日本のですね、このね、危機の時代の中に生きて残るために、どう思いますか、今。これはね、2050年にはね、はい、CO2 を、ね、排出フリーにすると、ね、はい、こういうことを菅総理がね、決断していただきました。でこれはね、2050年とか30年の中時間があるようだけどね、意外にものすごく厳しいんです。ですからそのためね、今のうちからね、しっかりこの技術開発を通じてですね、もうこの CO2 を排出しないような技術、ね、エネルギーの形態、それをしなきゃいけない。なるほど。まあ、だから再生エネルギーね、ソーラーとかですね、水力とか、さらには、このウィンドとかね、そういうのが必要でありますけどね、なるほど。同時に私はね、エネルギー政策の専門家なもんだからね、やっぱり正しい
原子力エネルギーの使い方っていうのはこれからもどうしても必要だと思います、うんうん、今あの10年前のね、うん、あの福島の大水害で津波でね、うん、今原則はその原子力発電所はねストップしてままであります、うんうん、まあ、ようやく少しずつ再開発してますけどね、うんうん、だからまあ原子力エネルギーをどうやってこれからね、うんうん、まあ、正しい形で安全をきちっと管理しながら使うかっていうのは私はこれ日本にとって非常に大事なことだ、大事なことですね、はい、あと先生、はい、もう一つ聞きたいんですよ、うんうん、私はね一応在日外国人ですから、うんうん、もう外国人の参政権、はいはいはい、もうねやっぱたくさんの外国人、うんうん、まあ、コロナでも苦しんでるし、ね、うんうん、もうやっぱり仕事失ってるし、うんうん、それに対して先生どうですか。これはね、非常に難しい案件だけどね、はい、ムガル君の、ね、前で申し上げるやっぱりね、うんうん、あの参政権政治への参画っていうのはね、うん、やっぱその国民でなければ ね、 でしょうね、難しい。国籍変えとけばだからそれはね、うんうん、国籍を変えて日本人になってくれって、これは日本の政治にねあれいたしますけどね。なるほど、まあ、その辺がね、うん、事実上進んでるから立派な人ばっかりですよ、ムガルさんも含めてね。しかし、まあ、同時にね、うんうん、やっぱりその政治っていうのはね、うんうん、その国の主権をどうするかっていう話ですからね。だからやっぱりね、うん、例えば朝鮮籍の人とかね、来たらまたね、まずいことになるわけね。まあね、それは決してね、皆さん立派な人で、ちゃんとね、税金も払ってるからね、うんうん、私たちは正しく評価してますけどね、うんうん、やっぱり政治っていうのは、これは逆に我々がね、うん、それらの国に行ってもね、なるほど、やっぱりそれは外国人としてね、うんうん、真面目に生活することは大切だろうと、ね、こう思います ね、 これね、あと先生最後にちょっと国際問題で言いますけど、はい、今ね、あのバイデン氏がアメリカから、ね、うんうん、アフガニスタンが出てしまった、そうそう、ね、今アメリカも、ね、困ってる、うん、日本も困ってる、ね、うん、どっちにくっついていくかって、うんうん、やっぱりどう日本はどうするべきかって先生の見方ですね。これはね、バイデンもね、はい、あの本当つらい決断をしました、でね、うん、でこれはね、私はやっぱ率直にね、うん、アメリカのね、うん、あのブッシュ以来の、ね、アメリカの外交の、ね、間違い、ね、失敗だったと、うん、これは言わなくてはいけません、うん、そこを、ね、バイデンは、ね、うん、しかしこれ以上、ね、間違いの戦争を続けていったら、ね、もっともっと、ね、アメリカの若い兵士が、ね、もうあの死ぬであろうと、ですから、まあ、辛いけども、ね、もうここであのやめるしかないんだということで、まあ、今回出たいと、ただ、ね、この、ね、撤退の仕方が悪い、ああ、ね、それはね、撤退の仕方が悪い ね、 やり方が間違ってるんだね、間違った、うん、これなぜかというとね、やっぱりね、うん、そのアメリカたるものがね、うん、出る以上はね、うん、自分の国ばっかりじゃなくて日本人もね、外国人もたくさんいるわけ、うん、ね、せめてね、うん、それたちはみんなね休んじて、ね、うん、撤退させたから、ね、うん、するということと、うん、少なくともね、うん、その今のね、あの政権、新しい政権に対してはね、うん、十分交渉をして、うん、ね、うん、そしてやっぱこれからどうするかと、うん、それはあのベトナムとアメリカだってね、ベトナム戦争終わった後ね、うん、やっぱ敗退したんですよ。しかしね、うん、今はもうアメリカとベトナムはね、もう非常にいい関係でね、お互い助け合ってます、うん、ですからね、私はこのね、うん、アフガンについてもね、うん、必ずやね、うん、まあ、うまくいくようになると、時間かけて、うん、そういう時こそね、うん、日本のいろんなね、その賢明な、ね、うん、やり方、すなわち経済を応援し、うん、またね、その中を道徳的にね、指導するというのは、うん、こういうことをね、やっぱり日本のやり方が必ずあると、うん、ね、うん、ただまあ少なくとも今まだね、日本人も、うん、500人ぐらいね、うん、残ってるということですから、ね、これは何とかしてね、うん、日本の自衛隊をね、うん、早く出すことによってね、うん、一日も早く、まあ確かに今の何だっけ、うん、なんとか政権もね、うんうん、あのそんなにむちゃくちゃなことは しないと思います、タリバンね、タリバンもね、はいはいはい、しないと思うけども、はい、ね、しかしやっぱりそこはね、うん、国際社会がタリバンにはしっかり ね、うん、ね、あの真面目にやれよと、うんうん、ね、国際社会はもうね、うん、タリバンになったんだから、うん、ね、その国と受け入れながら、だからその辺のね、うん、後処理ごたごたをね、うんうん、バイデンがね、うん、そこまでやるべきだったのなんかね、うん、もう自分のところだけね、うん、パカッとに、まあ、逃げてね、うん、後の国はねみんな大騒ぎして、ね、置き去りにしても、これはやっぱりね、うん、アメリカのね大きな失点だった、ちょっと失敗でしたね、はい、だからまあ怒っちゃった以上はね、うん、それをどうやってまたね、うん、あの修正していくかと、なるほど、ね、こういうことが大切だと思います、ね、ムガル君の、ね、はい、国もね、はい、同じような、ね、ただパキスタンというのはね、いよいよ隣なんだな、そうです、隣ですよ、だからね、うん、パキスタンのやることは大変あると思った、やっぱりね、うんうん、そのあれもね、うん、大事だけどもね、うん、新しい国も大事だけどもね、うん、まあ、同時にやっぱりね、うん、あの日本も含めてね、うん、そのこの困ることがね
今起こってんだから、ね、その周辺国としてね、うん、なんとかね、うん、アフガンにはね、そうです ね難民もこれから増えるかもしれないし、ね、そうそう、これはね、そういうことになりますからね、うんうん、それはあんたのやりはね、うん、やる仕事としては興味って大きい、ね、いや、ありがとうございます、ね、先生、いつもね、はい、朝まで生テレビとかいろんな討論番組ですね、はい、先生とかね、読書したことはありますけど、ね、まあ、先生、こう短い時間のインタビューでありますから、全国民に向かってですね、はい、ね、ありがとうございます、ちょっと髪を1分ぐらい話してもらえますか、はい、いやいや、そうですね、最後のメッセージ、まあ、今、長い間の友人とね、ムガールさんとね、率直に久しぶりにお話をしました。まあ、昨日だかおとといね、深田さんのね、会に私も出るし、まあ、あんたも来てくれということからね、久しぶりにまあお会いしたところであります。まあ、今言いましたようにね、自民党も国民も、そしてね、また世界中の人々も、まさにこのコロナというね、新型コロナというね、今まで見たことのないようなあれについてはみんな苦労してます、まあ、そのためにはね、やっぱ先進国、我々がね、途上国の皆さんもね、一緒にね、助けながらね、ワクチンをなんとか普及して、でそれをですね、やっぱね、一日も早くなくすということが、私はこれからのポストこのコロナ、ね、ウィズコロナの時代をですね、どうやっていくかということです。ですから、まあ、ウィズコロナ、ポストコロナではね、やっぱり安全保障、さらにはね、まあ、エネルギー、食料、これをどうするかということは、これが一番大きな仕事になりますから、日本こそ、そういうね、まあ、ODA も含めて、そういうですね、この新しい課題に対してね、必ずやってやるぞと、そのためやっぱり自民党がね、安定した形でね、日本政府をね、指導していくことは大切です。その中で私、原田芳恵がね、福岡国、ね、太宰府、あの辺を中心にですね、頑張っていることについても、まあ、皆さんぜひまたね、ご指導いただきたいな、はい、ありがとうございました。原田議員でした。ありがとうございました。 Thank you very much. Thank you. Bye bye. ありがとうございました。